私の名前は大熊さやです。普段活動するときはさや忍者という芸名で活動してます。ダンスを始めたのは10歳の頃なので今から10年前ぐらいですね。もともと体を動かすのが好きで、自分のある知識の中でダンスしてて、ダンス作ってたんですよ。ダンスが好きで自分で作ってて、でそれを見た母親が、あ、ちょっとダンススクール行かせた方がいいんじゃないかなみたいな思って、でハマっちゃってって感じで今に至ります。ダンスが好き、ダンスが上手になりたい、もっとやりたいっていう、こういうやるぞっていう、こういう気持ちがないと多分やっていけないから、まず一番はそういう気持ち、自分が信じてれば絶対できるようになるし。ダンスはただ単に楽しいから、もしできないことがあってもなんか好きだから頑張れる。もちろんなんか漫画とかアニメ見るのも好きだけど、やっぱり一番は絵を描くこと。あと何も考えないでその時描きたい絵をバーって描く時もあるし、なんか模写する時、なんかこの絵を見てこう描くって時もあるし、まあいろんな感じで絵を描いてます。ダンスしてない時は一番やっぱ楽しかったって思うのは、自分のビデオを撮影してる時っていうか、なんか自分のなんだろう、こう考えてたものとか、こういう場所でこういう衣装でこういうテーマでこの人数でこういう感じで踊ったら絶対やばくなる、絶対すごくなる、やばいなって思うものをこう実現してる時が一番なんか楽しいっていうか、うわーすごいワクワクするってなったかな、最近はすごく。